これがもちもちポテトか。うわ、すっごっ。いかないかな。うわ、67.6 ですね。はい、ということで、噂で聞いたもちもちポテト。見てこれ。一本がめちゃめちゃ長い。これはすごいな。これだって、ね。もうなんだ。ちょっとした富士急ハイランドみたいになっちゃってる。いや、これめちゃめちゃ長いっすよ。放物線がすげえ、いい感じで Y イコール X 事情の放物線、これは。で、めちゃめちゃもちもちしてて、俺もちもちしたものに目がないの。大福大好きだし、皆さん分かってる通り。もう知らねえ。いや、もうほんと好きすぎて。で、じゃあ、ポテトすごい好きなので。で、今時刻が2時なんですけど、4時からパーティーをしようっていうので、ちょっと、友達とか親戚がちょっと今日集まるんですよ、家に。事前に味見ということで、ちょっと味見ということで、ちょっとつまみ食いしたいと思います。これすごくない？なんか2、300年生きた胎児の根っこみたいになってる。うわ、これ大迫力だ。うわ、最悪。こういうことがあるからなんだよな、サムネ取りって。さあ、らららら、もうテンション下がる、最初から。おう！こうやってピカーンって開いた感じで。うわ、これ長さが、これすごいな、これで、うん、おいしい。うん、普通のよりじゃがいもじゃがいもしてる。普通のポテトより。いやー、タレもチーソース、なんかチェダーチーズ、アボカド、マスタード、明太からしソーセージ、ケチャップつけてますね。箸用意されてるから、箸で食えってことなんだ。もう、そばだよね、これ、もはや。やるじゃないか。ポテトじゃなくて。チーズだ。うまい。ミーシャのエブリシングみたいになりましたね。うわ、この雪が。あ、うまい。うまっ。ホグワーツだ、これ。うわ、これ絶対うまいよ、これ。カレーもう落ちちゃいます、これ。はい、本日の飲み物こちら、じゃーん。はい、じゃーん、ありのやつ。
バジャマンペイ。すげえボリューム。これ絶対うまいよ。これさ、こんなに面積あんのに、つけるとここしかつけれないから、もうなんかもう、やりすぎないよね。うん。うまっ。一本がこんな長いな。クラスの全員が2メートル。めちゃくちゃ。これは。イエーイ！ちょっとさ、アイスは多分絶対神。絶対神なの。ハーゲンダッツと。まだみたいな。まだあんたキスすんのっていうぐらい。もう目開けちゃうみたいな。そんな女子の気持ち。辛っ。もうお腹いっぱいですね。マジで。もうこんだけしかないね。もう7割ぐらいは食ったかなと思いますね。うわ。いや、ほんとポテトだけってマジきついわ。美味しかったです、このもちもちポテト。フルマックのポテトより、全然いつまで経ってもふにゃふにゃしてないの。外が多分カリカリもちもちなんで。めっちゃおすすめです。ポテトいっぱい食いたいですからね。俺そんな気持ちだったんで、今日、大満足。まあ、これ後でね、来る、親戚の人たちにちょっとあげたいと思います。まあ、みんなデブなんで、これぐらいがちょうどいいかなと思います。よかった、もう一人は、こういうの。ダメだったら、もう一人は、まあちょっと、落ち着いていただいて。グッバイ。バイ。まあ、ということで、朝なんですけど、体重に測っていきたいと思います。まあ、ちょっとね、まあ、水分量とか昨日の食事でほぼ、まあ、誤差があると思うんですけど、基本的に動画外の食事は一緒なんで、まあ、そんな200、300グラムぐらいしか多分僅差ないと思うんですけど、その中で、じゃどれぐらい増えたか、測っていきたいと思います。水飲みまーす。68ということで、微妙